はいどうも、ドリームストリングスギター講師の勝木です。今回はタイトルにある通り、ギター初心者にありがちな残念なチョーキングとその改善方法、そして正しい弾き方を解説していきたいと思います。それではレッスンに移る前に、まずは残念なチョーキングとはどんなものかっていうのを見ていきましょう。その1、とにかく音痴なチョーキング。その2、痙攣のようなチョーキングビブラート。その3、ノイズ混じりのチョーキング。ラスト、指1本の脳筋チョーキング。はい、どうでしょうか。一つでも心当たりがあるよって方はですね、正しい奏法と練習を身につけてかっこいいチョーキングを目指していきましょう。ちなみに過去の僕は全部やってました。最悪のギタープレイヤーでした。その1、薬指でチョーキングすること。そしてその2、中指と人差し指を補助として付け加えること。例えば3弦の11フレットをチョーキングするとします。そうした場合、指1本でチョーキングしようとすると、はい、高確率で他の弦を巻き込んだり、単純に指の力が足りなくて持ち上がらなかったり、あとは手首をうまく回転させられなかったり、とにかくデメリットが多いんですね。チョーキングっていうのは基本的には中指とか人差し指、他の指を添えて他の指の力、手全体の力を使って持ち上げてあげることが基本だと思ってください。そしたら次に、人差し指の付け根の側面、これをネックの下部に添えること。そしてここをなるべくつけっぱにすること、これも覚えておいてほしいです。こうすることで指の力だけではなく手全体の力を使うことができるので、その上で手首を回転させながらチョーキングしていきます。どういうことかというと、とりあえずギターから手離して一回こういう風な動きをしてみてください。こういう感じですね。友達にこういうのありましたね、ドゥクシドゥクシみたいな。ドゥクシっていうの何なんやねって話なんですけど、よくねパチンコをひねる動作とか、よくドアノブをひねる動作みたいな言い方するんですけど、手首を回転させるってことですね。厳密に言うと手首が回転してるんじゃなくて、この肘から先が回転してるんですけれども、そういったイメージです。この動きでチョーキングする感じです。ちょっと実際にやってみましょう。3弦の11フレットをチョーキングします。必ずですね、2フレット先の音程を聞いてからチョーキングしてあげてください。中指と人差し指を添えて、人差し指の付け根を添えて、なんとなく回転してるの分かります。指を伸ばすっていう動作も多少入ってくるんですけど、基本的には回転させてるんですよね。この動きがめちゃめちゃ大事です。で、これ人差し指の付け根が離れると、どうしてもこういう指の屈伸運動のみで持ち上げる必要が出てくるので、これ結構ね辛いです、最初。っていうかね、できないと思う、まともに。だからといってここの付け根をつけた状態でまともにできるかっつったら、まともにできません。もうそういうもんです。とにかく理想的なフォームを1回体に叩き込むということを覚えてあげてください。そして4番目のポイントは、右手の主頭をブリッジの低音弦側に乗せること。チョーキングの失敗例でノイズだらけのチョーキングってあったと思うんですけれども、これの多くはですね、隣の弦を巻き込んじゃうっていうこともあるんですけれども、音にハウリングして他の弦が共鳴して鳴っちゃうっていうことも結構あったりします。そのため低音弦側にあらかじめ主頭を乗せておきます。ブリッジよりちょっとボディ側というか、ネック側か、この辺に乗せてあげられればいいと思います。極端な話、ここでもどこでもよかったりしますけどね。そうするとこれだけでノイズかなり激減するので、ぜひぜひこれはもう習慣化してあげてください。まず薬指でチョーキングすること、そして人差し指と中指を補助で添えること、チョーキングの際は手首を回転させること、そして人差し指の付け根の側面をネックの下部に添えること、そして余裕が出たら右手の主頭をブリッジの低音弦側に添えること。これを踏まえてやってみましょうか。3弦の11フレットをチョーキングします。13フレットの音程に向かってチョーキング、ピッキングした後に持ち上げる、ピッキングした後に持ち上げる。この時の親指の位置はグリップ式で、親指の第一関節をネックの上部に当てて、ここを支点にして、もうなんていうんですかね、根っこを握ってるような感じですね。でちょっと握力も使います。ギュッと握り込む必要はないんですけれども、ちょっと握力を使ってこうグッと持っていくと、最初はね持ち上げようとしても全然持ち上がりません。もうその動作が身についてないので、こう中途半端になっちゃいます。そうした場合は頑張って鳴らしたら、こっちの指でギュッと持ち上げるとか、
こんな感じ。あとはね、友達に手伝ってもらうでもいいと思います。とかくチョーキングのこのフォームを身につけていくことで、このフォームを身につけるときに関しては、人差し指と親指の付け根ですね、ここネックにべったりくっつけちゃっていいと思います。基本的にいつもは指1本分ぐらい離した方が動きやすいんですが、まずはフォームを身につけるという段階ではこうがっつり握り込んじゃうって感じですかね。手が小さい方、指が届かないよって方はですね、できるだけ上部に持ってくるような感じですね。こうやって、下の方に持ってってクラシックフォームになると、指の力だけで持ち上げる、こういう持ち上げ方になっちゃうので、できるだけ上の方に持っていくと。で、手の力を使うイメージで持ち上げてあげてください。チョーキングでやはり一番大事なのは、とにもかくにも音程ということで、最初はですね、2フレット先の音を確認してからチョーキングするようにしてあげてください。最初は3弦の10フレット、もしくは2弦の10フレット付近が張力が弱いので結構おすすめです。例えば2弦の10フレットをチョーキングするときは、必ず2弦の12フレットの音程を確認してから行ってあげてください。はい、こんな感じです。口でね、音程を発音してもいいと思います。この持ち上げる感覚と音程をリンクさせること、これめちゃめちゃ大事です。僕これをね、全然やんなかったんで、なんとなく勘でやってて、こうアンサンブルで混じった時に、うわ、めちゃくちゃ音痴やみたいな音をしょっちゅうやってました。とにかく最初はまず持ち上げることに集中すること。今は結構綺麗にやってますけど、最初の最初ってもうそんな綺麗にできないです。こうなっちゃう、こうなっちゃうと思うんで、もうそれでいい、それでいいので、なんとかしてこの音程に持ち上げてください。で、なんなら誰かに手伝ってもらってもいい。こうやったら こっちで持ち上げるみたいな。そう、とにかく持ち上げるこの感覚と筋力を鍛えることが最優先なので、しつこいようですが、これを徹底して練習してください。チョーキングって一口に言ってもめちゃくちゃ種類があるのと、あと日本と海外では書き方が違うんですね。しっかりと認識した上で練習することで、チョーキングの精度が上がっていくものだと思ってください。基本的にチョーキングっていうと日本人にしか通じません。ちなみに外国だとベンドなんていう言い方をします。ではまず日本の表記から見ていくんですが、例えば楽譜で3弦の11フレットに C というマークがあったとします。これがチョーキングのマークなんですけれども、その場合13フレットの音程までチョーキングする必要があります。この音程ですね。そしたら次にその C、 チョーキングの隣に D というアルファベットが続いていた場合はチョーキングダウンというテクニックになります。チョーキングした後に戻した音程を聞かせてくださいという意味合いです。普通チョーキングっていうのは上げた時の音しか聞かせません。ですがチョーキングダウン CD という表記になっていた場合は、チョーキングした後に下ろすと、この音程を聞かすということが大切になります。それでは海外の表記についても一応見ていきたいと思うんですが、海外の表記だと、B って書いてあります。ベンドですね、例えば3弦の11フレットに B って書いてあったらベンドします。で、結構海外の譜面って割と雑で、さっきあったチョーキングダウンみたいなのがなくて、こう矢印で下方向に向いてるやつがあったら、それがチョークダウンって意味です。なんですチョーキングしたら下げる音程を聞かせるっていうことですね。続いては HC という表現も見ていきたいんですが、 HC というのはハーフチョーキングという意味で、 HC と書いてあった場合は12フレットの音を目指します。こういう感じですね。HC となった場合はハーフチョーキング、半分の音程で OK ということですね。これもまた HCD と書いてあったら、ハーフチョーキング&ダウンという意味なので、下ろす音もちゃんと聞かせてあげるということが大切になります。海外表記だと、HB になります。ここも一緒ですね。ハーフベンド、半音階だけ、1フレット分の音程だけ上げてあげると認識してあげてください。それでは最後に 1.5 音分、つまり3フレット先の音程にめがけてチョーキングする。例えば2弦の10フレットに 1.5C と書いてあった場合は、13フレットの音程をめがけて思いっきりチョーキングします。これ結構きついです。はい、こんな感じです。いや、指痛くなりそうだな。そしたら最後におまけとして QC という表記についても説明したいと思います。これ QC というのはクォーターチョーキングといいまして、
ハーフのハーフぐらい、つまり4分の1ぐらいの音程を上げることを指しています。だいたい基本的にこう6弦とか5弦とかそういう低音弦側で表記されることが多いんですが、どんなもんかちょっとやってみましょうか。はい、こんな感じですね。これに関しては装飾的な役割で使われるので、きっちりとした音程というよりかはニュアンスが出ればいいんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、みたいにううみたいな、まあ、歌でいう拳に近いかもしれないですね。その表記が QC クォーターチョーキングですね。一番よくあるのが隣の弦に指が潜り込む現象と隣の弦に指が引っかかってしまう現象、そして結果的にノイズが出るということが一番多いんじゃないかなと個人的に思います。じゃあどういうことかっていうと、まあこういう感じですね。今再現できなくて無理くり指で引っかいてますけれども、まあ、やってることは一緒なんで気にしないでください。じゃあどうするかっつうと、人差し指を小正派することなんですよね。先ほど人差し指を添えてって言ってたと思うんですけど、慣れてきたらこんな風に人差し指を伸ばしてあげてください。でその状態でチョーキングする。そうするとあら不思議、指が潜り込みにくくなります。潜り込まないとは言いませんが、かなり潜り込みにくい、そして隣の弦に引っかかりにくくなります。チョーキングある程度、いろんなところで慣れてきたら、まず人差し指伸ばして、ミュートを徹底するっていうことをトライしてみてください。ギターでめちゃめちゃ難しくなってくるのが、指を早く動かすことじゃなくて、いかにノイズを少なくするかっていうことになってくるんですよね。それほどノイズっていうのはですね、めちゃめちゃいい演奏も台無しにする要素になっちゃうので、ミュート徹底的に頑張ってみてください。あとは指の力だけでチョーキングした人、これ結論でいくと僕は OK だと思ってます。先ほどは手全体の力を使ってねなんて言ってたと思うんですが、そうではなくもう指の力だけで持ち上げられる人いるんですよ。こういうことですよね。指をもう本当クラシックフォームにして縦にグッつって伸ばしてチョーキングできる人いると思うんですが、これ自体は音程が正しく当てられていれば僕は全然 OK だと思います。ただそれで音痴になっちゃうとか、次のフレーズの時にもうノイズだらけで弾けないとか、次のフレーズに移行できないっていう人はベーシックなフォームに直して改めてやり直してみるみたいな感じを取った方がいいと思います。そしたら最後は他の指でもチョーキングできた方がいいのかっていう感じなんですが、結論としてはできた方がいいと思います。まずは薬指でのチョーキングをマスターした後にトライしてほしいんですが、2弦のじゃあ12フレット2をまたチョーキングするとして、小指から順繰りに、結構この薬指以外でチョーキングするっていうシチュエーションもどん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 増えていくので、積極的に他の指でチョーキングできるといいと思います。はい、という感じでいろいろと解説してきましたが、いきなり全てを実行するのはなかなか難しいと思います。ある程度ギター弾いてきた方とか、あとはこだわりが強い方っていうのは、いや俺はこういうやり方があんねんなっていうのがねあると思います。なので全てのこだわりを捨てる必要はないので、ここだけはやってもいいかなっていうところだけでもいいので取り入れて練習頑張ってみてください。